はい、どうも皆さん、かさむでございます。今回ですね、久しぶりの、ゲーム実況ということでですね、今回は大乱闘スマッシュブラザーズをやっていくんですが、今回やるのは、一人での、ですね、シンプルをね、やっていこうかなと思います。いや、本当にね、久しぶりですね。本当にゲーム実況が久しぶりですね。ちょっと、ドクターマリオでやっていこうかなと思います。でですね、ちょっと時間の都合もあるので、難易度はですね、ちょっと不本意ながら、ここら辺ぐらいでやろうかなと思います。挑戦的。ここら辺ぐらいだったら、15分以内に終わるかなっていうことで、はい。おお、フィギュア2か。フィギュア2個か。よしよし。報酬がないようにましたからね。あ、マジか。いや、僕ね、あんまりね、こういうね、格闘ゲームみたいなものはね、苦手なんですよ、本当に。あんまりだからね、皆さんのようにうまくはないかもしれませんけど、僕なりにね、やっていこうかなと思います。精一杯ね。ここら辺はね、ここら辺はね、安牌ですよ。ここら辺は安牌ですよ。よしよし、もうどんどんやっていこう。時間がなくなったらめんどくせえし。よし、行こう行こう行こう。おお、今週これか。よっしゃ。おお、ゼロスーツサムス、サムスか。なかなかの共演だな。バイバイ。バイバイ。よしよしよし、順調順調順調。いいですね、順調に来てますよ。順調に来てますよ。お、ジャイアントソニック。よしよしよし。ダックアントと、パートナーだな。なに？スターは卑怯だぞ。スターは卑怯だろう。スターは卑怯だろう。なに？なに？しかも、シャドウ避けなかった。じゃあな、今の子もよかった。今の子もかっこいい。よし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 。あ、でも結構順調だな。もうちょっと強くてもよかったかな、もしかしてこれ。今何面だろう。あ、今3面だな。あ、結構じゃあ、いい感じに来てるね。あ、コイン40枚って悲しすぎるやろ、お前。ああ、ミスった。いいですね、こういうレトロゲーム感のあるコースは。コースっていうか、ステージは。僕結構好きなんですよ、こういうの。レトロゲームがね、結構好きでね。いやいやいや、だるいだるい。
イェーイ。なんじゃ今の偶然やぞ。何が起こった？俺でもようわからん。何が起こった今？偶然来た偶然。偶然来たよ。まさかの偶然。あー、ミー軍団じゃ。ファイティングミーティーン。このナレーションの声も結構好きなんですよね。うん。あれ、ま、ダリ。シースティックが欲しい。シースティックが欲しいよ。下スマッシュが打ちにくい。シースティックマジ欲しい。痛い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 。だる。マリオトレードどんだけ強えんだ。バイバイ。は？イエーイ。ちなみに今こんな感じでね集まっております。すいません、まだちょっとね風が治ってないですね。もちろんこっちでしょう。さあ、マスターハーン and クレイジーハーン。ナレーション好きです。このナレーション。このナレーションいいわー。めっちゃ好き。気持ち悪いよ、こいつらほんま。さて、やりますか。誰誰。え、マジかい。おー、持ってかれた。つらいつらい。ひどいっすよひどくないひどくないひどくない。そして操作ミス。バイバイ。Final result。いいねえ。ネオンスーツだってなんだろうね。全然わかんないですよ。すいません。はい、ドクターマリオのフィギュアゲッツ。まあ、もう持ってるっすけどね、俺。そう。一回やってるんですよ、これは。まあまあ、こんな感じですよ。他のキャラでもね、あのシンプルにやっていこうかなと思いますね。あ、すいませんね、見えにくかったですね。
なんかすげえから出てきたな。なんじゃこれ。マリオがなんか寝とんじゃけど。押したし。まだ押しちゃった。届かねえっていうな。ダメだ。届かねえ。届かねえ。端っこ届かねえ。ダメだな。端っこ届かねえし。なんかすごい絵柄。こんな感じですね。なんかすげえな。ヒュー。まあ今のところ僕のやつはまあこんな感じなんですが、まあ皆さんぜひですね、まあこれにチャレンジしてもらっても構わないですし、まあこれにチャレンジしてもらっても構わないですね。まあなんか勝ったよっていうのがあればね、あのなんかコメントかなんかで教えてくれれば、嬉しいかなと思います。それでは、今回のゲーム実況終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。